先生の遺書62。私は今までおじ任せにしておいた家の財産について詳しい知識を得なければ死んだ父母に対してすまないという気を起こしたのです。おじは忙しい体だと自称するごとく毎晩同じところに寝泊まりはしていませんでした。二日うちへ帰ると三日は市の方で暮らすといったふうに両方の間を行き来してその日その日を落ち着きのない顔で過ごしていました。そうして忙しいという言葉を口癖のように使いました。何の疑いも起こらない時は私も実際に忙しいのだろうと思っていたのです。それから忙しがらなくては統制流でないのだろうと皮肉にも解釈していたのです。けれども財産のことについて時間のかかる話をしようという目的ができた目でこの忙しがる様子を見るとそれが単に私を避ける口実としか受け取れなくなってきたのです。私は容易におじをつらまえる機会を得ませんでした。私はおじが市の方に妾を持っているという噂を聞きました。私はその噂を昔中学の同級生であったある友達から聞いたのです。妾を置くくらいのことはこのおじとして少しも怪しむに足らないのですが父の生きているうちにそんな評判を耳に入れた覚えのない私は驚きました。友達はその他にもいろいろおじについての噂を語って聞かせました。一時授業で失敗しかかっていたように人から思われていたのにこの 2,3 年来また急に盛り返してきたというのもその一つでした。しかも私の疑惑を強く染めつけたものの一つでした。私はとうとうおじと談判を開きました。談判というのは少し不穏当かもしれませんが話の成り行きから言うとそんな言葉で形容するより他に道のないところへ自然の調子が落ちてきたのです。おじはどこまでも私を子供扱いにしようとします。私はまた初めから猜疑の目でおじに対しています。穏やかに解決のつくはずはなかったのです。遺憾ながら私は今その談判の顛末を詳しくここに書くことのできないほど先を急いでいます。実を言うと私はこれより以上にもっと大事なものを控えているのです。私のペンは早くからそこへたどり着きたがっているのをやっとのことで押さえつけているくらいです。あなたに会って静かに話す機会を永久に失った私は筆を取る術になれないばかりでなくたっとい時間を惜しむという意味からして書きたいことも省かなければなりません。あなたはまだ覚えているでしょう。私がいつかあなたに作りつけの悪人が世の中にいるものではないと言ったこと。多くの善人がいざという場合に突然悪人になるのだから油断してはいけないと言ったこと。
あの時あなたは私に興奮していると注意してくれました。そうしてどんな場合に善人が悪人に変化するのかと尋ねました。私がただ一口金と答えた時、あなたは不満な顔をしました。私はあなたの不満な顔をよく記憶しています。私は今あなたの前に打ち明けるが、私はあの時この叔父のことを考えていたのです。普通の者が金を見て急に悪人になる例として、世の中に信用するに足る者が存在しえない例として、憎悪とともに私はこの叔父を考えていたのです。私の答えは、思想界の奥へ突き進んでいこうとするあなたにとって物足りなかったかもしれません。陳腐だったかもしれませんけれども、私にはあれが生きた答えでした。現に私は興奮していたではありませんか。私は冷ややかな頭で新しいことを口にするよりも、熱した舌で平凡な説を述べる方が生きていると信じています。血の力で体が動くからです。言葉が空気に波動を伝えるばかりでなく、もっと強いものにもっと強く働きかけることができるからです。